皆さんこんにちは、佐藤ゆりやです。今日はこれからの季節にしたいオレンジとブラウンと、あとキラキラしたものをたっぷり使ったメイクをご紹介していきたいと思います。オバジュ C マルチプロテクト UV 乳液を顔全体に塗っていきます。次にバーバリーのフレッシュグロールミナスフルイドベースを顔全体に塗ります。次にクリニークのイーブンベターグローメイクアップ15アイボリーの61番を塗っていきます。このクリニークのファンデーションはしっかりカバーしてくれるけど、ツヤがたっぷりあるように見せてくれるファンデーションです。すごく水分がたっぷりのツヤというよりは、表面に輝くようなツヤが出る感じなので、しっかり内側から光るような下地を入れてこれを塗ると、すごく輝きのある肌に仕上がります。次にクリニークのステイマットチアプレストパウダーインビジブルマット101番を塗っていきます。これはいつもお直し用に、外に行く時に持ち運んでいるものなんですが、最近はちょっとこういうツヤっとした肌にしたいんだけど、しっかり崩れたくない、そんな時に使っています。使ってみるとびっくりすると思います。こうただ触ってみるとただサラサラっとしたパウダーなんだけど、こういうちょっとツヤのある肌のこういう崩れないでほしいところにこうちょっと押すようにトントントンと軽くのせます。そうするとこういうみずみずしいツヤはちょっと抑えられちゃうんだけど、マットすぎずしっかり抑えてくれるんですよね。でこうなんかピタッと肌に密着する感じがするので、この夏の本当に崩れやすい時期にはすっごい向いているパウダーだと思います。これを全体に塗ると結構マットな仕上がりになっちゃうので、こうツヤ肌作った時にこう崩れやすいところにちょっとだけのせていきます。こういうね、ちょっとここら辺塗ってないからこういうところのツヤとはちょっと変わってきちゃうんだけど、本当に崩れてこないのでおすすめのパウダーです。次にダムダムのリップ&スキンバームを唇に塗っていきます。今日はオレンジメイクなので主役にこれを使っていきます。リンメルのプリズムクリームアイカラー009番を使っていきます。一塗りでこのぐらい発色します。すごい綺麗なオレンジで、クリームすぎないというか、塗るとちょっとサラッとした質感に変わります。もうちょっと色を足したい人は二度塗りしていきます。次にこのルナソルのサニーサマーアイズのこの中間色を使ってぼかしていきます。同じ色を目の下にもしっかり入れていきます。次にこのビセリシェクレヨンアイカラー OR3 番を目の下にしっかり引いていきます。次にこのルナソルの締め色を目の際にしっかり入れていきます。これはちょうどオレンジパレットだったので、オレンジに合うブラウンなんですが、普段使いしている締め色で大丈夫だと思います。これだけでも十分綺麗なんですが、この上にナターシャ・デノーナのクリスタルトップコートを重ねていきます。
すごく綺麗なツヤが足されるんですが、こう光の加減でアイメイクがすごく立体的に見えるようになります。キャンメイククリーミータッチライナー02番ミディアムブラウンでアイラインを引いていきます。目尻の3分の1にしっかりこう枠を作るように、目の幅がこう縦に大きく見えるように引いていきます。シュウエムラのカラーでまつげを上げていきます。メイベリンのラッシュニスタ N でまつげを塗っていきます。メイベリンのファッションブローパウダーインペンシルで眉毛を描いていきます。ここでポイントなのが、アイメイクに使ったリンメルのアイシャドウを眉毛に仕込んでいきます。こうすることでアイメイクのオレンジとすごく一体感が生まれるのと、眉毛が自然に色が上がってオレンジっぽい眉毛が作れて、すごく今時な顔になります。セザンヌのアイブロウパウダーの一番明るい色でしっかりノーズシャドウを入れていきます。クミーのマルチスティックグロウディーバーを仕込んでいきます。RMS ビューティーのリップスティックブレインティーザーを塗っていきます。少しブラウンかかったピンクがすごくおしゃれな色でオレンジとマッチします。全体の様子を見てビセのクレヨンで足りないところを足していきます。クレヨンタイプをこう足すのにもすごく使いやすいです。ディオールのディオールスキンエアー002番を塗っていきます。これで完成です。今日はオレンジとブラウンでキラキラメイクをしてみました。全体的にちょっと色が無難な感じではなく、しっかりオレンジを全体的に使っているので、いつも通り目をやって眉毛やってチークやってリップやってって全部頑張りすぎるとバランスが悪くなったりするので、こう目を最初になんとなく作ってから完成させないままリップとかしっかりした色をのせてから、どれぐらいのせていいかっていうのを引いた状態でこうやって鏡でやってると一生懸命塗りすぎて全体的に濃くなってしまうので、バランスを見ながら全部完成させずに少しずつ足していくっていうのが今回のメイクのポイントかなと思います。夏に向けてぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。I don't know what to say, what to do.
This is nothing can be